敵は装備している武器によってこちらとの間合いを変えながら戦う。敵の装備を見極めることは勝敗に大きく影響する。敵に遭遇したら装備をよく観察するんだ。ハンドガンやショットガンを持った敵はかなり近くまで迫ってくる。危険は危険だが、反面こちらとしても狙いやすくはなる。起点を聞かせろ。不利を有利に転じるんだ。アサルトライフルやマシンガンを装備する敵はやや距離を置いて銃撃を加えてくることが多い。遮蔽物をうまく使って敵弾を防ぎながら確実に命中弾を送り込め。スナイパーライフルやロケット弾系の大型ランチャーを持つ敵は自分から距離を詰めてくることはないと思っていい。場所を点々と移動しながらこちらの隙をついて狙い撃ってくる。目には目、歯には歯、スナイパーライフルを使うといいだろう。不用意に姿を晒さないように注意しながら、逆に相手の不意をついてやるんだ。